夏目くん大丈夫そう？あ、自分っすか。はい。え、初めて、初めてです。あ、いやいや、大丈夫です。初めて。初めてなんだよね。ジョーカーさん、はい、初めて。じゃあ、初めてか。役職についてじゃあ今日は説明していきます、はい、まず黒陣営3人、人狼が2人、多重人格が1人、白市民側が、普通の市民が3人、占い師1人、霊媒師1人、騎士1人、それでは皆さん今から、会議時間を行います、一旦5分にします。はい、はい、5分、はい、それでは皆さんどうぞ始めてください。はい、誰が占い師さんですか？トリ、たぶん捕まれんじゃない？いやでも出ないとね、議論進めづらいから言っていい。そうなんだ。じゃあ占い師です、私。ほんとかな、ほんとかな、怪しい、怪しいよ。めちゃくちゃ怪しいと言われた。一番が白ですと。この他に白、あの占い師が出ないってあれば、いい結構書くかなって。隠れてるかもしれないよ、だって。じゃあ占い師 やめようかな、これ。いや、やめれるんだ。そんな途中やめれるの？やめようかなってできるの？やめるのあり、やめるのあり、変えるのあり。あ、じゃあ一回変えるのありか。テイク2で一回なかったことにしてもらっていいですか？ダメじゃん。じゃあ、占い師さんいますか？いますか？僕、村人です。嘘つけ。絶対嘘や。マジけ。ピンク頭。あ、いっぱいおった、ピンク頭。ピンク頭、3人いる。じゃあ、ちょっと進まないから言うけど、プーちゃんが本当の占い師。お、おー、来たー。誰占われたの？最初ランダムだからね。最初から来たんだけど、リーナが白だった。はいはいはい。6番なんです。そう、私白なんですよ。さては、プーちゃん占い師だな。うん、そうだよ。うん、絶対白だ。私は信じてるの。みんな待って、信じてるの。まだあの人は、だって私白だし、強人か黒か、なんかただのおかしい人。え、9番のハンザーさん、それはガチで言ってんの、占いって？あ、まあ普通にガチ。え、でもやめたじゃん。あ、普通にガチなんだ。ガチ、もうやめたじゃん。わけわかんなくなっちゃうから、マジで占いで本当にランダムで1番にしろ。でも、でも、辞退しちゃったか、ま、わかんなくなっちゃった。なんでさすがに。え、俺白だったよね。まだまだ、ちなみに僕は2番と7番印象いいっすよ、めっちゃ今。2番と7番。いやー、なんかおだてられてる。戻ってられてる。もうこれダメだわ。半沢さんにあんま喋らせてもあれだから。あんま喋ってない人喋ろうよ。はい、じゃあ眠いとかどう？眠い。あ、眠いは、ね、怪しいのはプーちゃん。なんで？なんか後出しすぎる。結構出るタイミングがあったのに、言わない方がいいかなと思って、ずっと悩んでた。結構さっきはね、あのタイミングがベストなタイミングで、ジョニーが出てたんだけど、今はちょっと後すぎた。いや、なんか人多いから占い師一周目言わなくてもいいかなってちょっと考えてた。ちょっと、あ、なるほどね。だよね、うちはプーちゃんを信じてるよ。マジだからね。単純あれ、夏目さんどう思います？なんか、ジョーカーさんが、なんか2番と7番印象いいって言って、なんか僕のことの獣にしたから、おろろろろ、それはそう、カマチョか、なるほど。よくわかんない。うわ、最悪なの白だ、ほんとにもう。夏目さんは白なんですか？残り2分。白らしいけど。おりゃ、白らしいけど。でもそれはジョーカーさんが本当に占い師だったらってことだよね。そうですよね。うん、違うかもしれないし、合ってるかもしれないし。確かに。じゃあミニアさんはどう思う？いや、正直わからないけど、でも眠いと一緒で、4番と一緒で、その3番プーちゃんが占い師ですって出てよかったシーンはあったと思う。一旦は出よっかっていうシーンで言わなかったのが引っかかるっちゃ引っかかる。いや、出たのがだってジョーカーだから、このまま泳がしとこうかなって思ったんだよね。ね、ジョーカーさん早かったよね、出るのね。いや、でも俺が、プーがもし本当に占いみんな目線こうなった時に、要はその泳がして反応見るので遅れて出たんじゃないですか。だから、え、っていうかそもそも、
あんなだってじゃあ占いやめるって言った人いるのに残り1分占いって言ったプーちゃんのこと黒目線で見てる方がちょっと怪しいな。ねえねえねえ、ちなみにさ、今日って誰か釣らないといけないじゃん、うん、で僕とまんじさんは釣りから外れてて、うん、誰を釣る、ね、とりあえず確かに、うん、あでももうこうなったらプーちゃんかジョーカーしかないんだよな多分。さっきの感じちゃうとプーちゃんは絶対ダメ。グレーの方がいいと思う。あーなるほど。2、4、5、6、2、4、5、7、8の誰かの方がいいと思う。だから、うん、僕とまんじさんとプーちゃんと、うん、ジョーカー以外から釣りたいよね。でもしその中で、うん、その霊媒師とかいて釣られそうな気がしたら、あ、そう、霊媒師手を挙げた方がいいんじゃない、うん、釣られにくくなるん。そう。でも危ないのか、噛まれたりするのか。いやでも自信がなかったら出ればいいと思う。霊媒師ってなんだっけ。あの死んだ人の役職が分かる。そう。ああそういうことか、うんうんうん、はい、議論終了です。そこまでです。早いよ、やばい、早いよ、やばい、話し合いは終了となります。はい、どうしよう、はい、日は暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました。はい、誰だ今から、私が名前を読み上げた方は、はい、怪しいと思った方、ごめんなさい、とりあえず誰かに一人質問をして大丈夫です。で、はい、なんかまあ一言で答えられるような会話はダメです。答えて聞いて答えられる、それだけで終わり。はい、でそれをした後に、自分の釣りたい人、投票したい人の名前を挙げてください。質問した人と投票する人は別でも構いません。OK ぞ。逆に特に何もなければ、何もなくただ投票だけでも大丈夫です。なるほど、はい、ということで、ではまずじゃあ1番の、夏目くんの投票です。まず誰か1人質問をしてください。みにゃさん、好きなタイプと、え？あれ、はいはいはい、変わってる、ナンパしてる、うん、あれ、霊媒師がどうか教えてください。2個やんそれ、質問2個やん。あ、1個までですか。1個までかな。うわ悩むな、どっちが大事か、どっちが大事かな、どっちが大事か。まあさすがに霊媒師がどうかタイプかと思った。はい、霊媒師ではありません。ありがとうございます。なんで。では夏目くん、投票先を教えてください。じゃあすいません、みやさんで、うん、はい、かしこまりました。はい、さんに1票が入りました。やめてよ、立ってください。ごめん、わかりやすく一度立っていただいて。はい、では続いてポコさん、誰か一人に質問をまずしてください。ねむいさん、4番、はい、これはどう見てますか。これはどう見てますか。どれ何を見る。この状態をフラットに見ているのかフラットに見ていないのかを教えてください。ポコちゃんがエロいなと思って見ています。おあなたの目は確かです。そうね、いいんだ今ので、じゃあそれではポコさん、投票先を教えてください。私ちょっとわざとらしいやつがいて、うん、6番、うわぁ5番なんでだよ。6番6番アンジェリーナなんでだよに、1票が入りました。なんかわざとらしいんだよな。どこがだよ。あ、では続いてね、プーさん、じゃあプーさん、あ、プーさんって言ったらあれだ、プーちゃん、プーちゃんだよ。まず質問先を教えてください。じゃあ2番のポコちゃん、リーナの何が怪しい方？うんうん、あ、いい質問だ。すいません、兄弟なのでメタ発言で申し訳ないんですけど、兄弟なんだ、兄弟なんだ、そうだよ、姉妹なんですけど、こいつのはい、あ、はいっていう言い方が結構いつもあの、嘘つくときに言う。すげえ、信憑性高これ。いや、ないない、ありがとうございます。ヒューちゃん的にはあの4番か8番に、まあ、ちょっと疑われたから入れようかなとは思ってたんだけど、プーちゃんだって本当の占い師でリーナは白っていうのも見えちゃってるから、すいません、ポコちゃんに入れます。
どうも。じゃあポコさんに一票が入りました。占いでジョリジョリあれだったわ。言ったよ。本当に。バカめ。では続いてネムイさん、質問する人を選んでください。じゃあ、7番アヌギフさん。はい。役職ありますか？ないです。ないです。そう、ないです。言い方。何その服装悪い。それでは投票先を教えてください。でも3人立ってるんだもんね今。聞こえなかったか。7番アヌギフさんで。あちゃー。ちょっと待って、バラバラすぎて。割れるね。それでは5番ユンくん質問先を教えてください。はい、2番ポコさんに。やったやった。はい、今日の運はどんな感じですか？今日の運はい、今日は目覚めてから叱られる日だったので、はい、僕はねプーさんが2番を選んだけど、6番…いやでも2番ですよね。あ、でもみんな待って、はい、ではくまぽこさんに2票目が入ります。プーちゃんの言葉で信じます。そうだよ、やべえ、ましたか。おい、黒6番、ジェリーさん。はい、どうしようかな。質問先を教えてください。質問先ですもんね。じゃあユンさん、5番ユンさん。はい、役職はありますか？ちなみに、はい、メール1回ちょっともらえたんだけど、はい、もう読めなかった。ごめん、読めなかった。もらった。ひらがなで。もらってないから、いつ来るかとずっと待ってましたんでね。あー、ね、なるほどなるほど。メール待ってたけど、来なかったんだ。はい、いつ来る？じゃあ役職がないんですね、じゃあ。はい、ありません。なるほど、なるほど。そういうことか。みんなないやん。どうしよう。ね、みんなないやん。じゃあちょっとうちに抗議すぎたんでだと思って、ここでうちに抗議すぎたんで、はい、お前聞いてなかった、もう一回ここで、ね、ですね、はい、3票、くまぽこさんに3票目が入りました。では7番アヌギフさん、じゃあ9番半沢に、はい、誰が怪しいと思ってますか今ですか？はい、まあ正直あんま女性は釣りたくないので、怪しいのはもう5番7番ですね、間違いなくこんな感じ。確かに見た目怪しい。男から釣りたいです全部。いや怪しくありませんよ。確かに食べたくないもんね。うん、あんま美味しくない。なんで食べる視点なんだよ。あ、やべ。じゃあ8番ミニャさんに投票します。はい、ミニャさんに投票。なんでだよなんでだよ、善良なる白市民だよ。では続いて8番ミニャさん、質問を教えてください。じゃあ夏目くん。はい、さっき はいはい、白ってなんかジョーカーさんに白角だよって言われてたけど、はい、あなたは本当に白ですか？はーい、怪しい。めちゃくちゃ元気だね。めちゃくちゃ怪しい。なんかニヤニヤしてたよ、僕見た。なんか嘘っぽい。なんかニヤニヤした表情見た僕。いました。信用できるな、これ。ちょっとジョーカーさんに1票お願いします。あ、僕あれ。かしこまりました。絶対嘘やん、その占い。では最後、ジョーカーが、最後質問を教えてください。じゃあ3番に質問したいです。ほう、この9番1番5番7番で絶対に付き合いたくない人誰ですかね？ね、意図が変わってんだよなこれ。合コンやってんのこれ。こいつだけはマジでもう絶対性的に無理みたいな。ジョーカー以外知らないからジョーカーだけナインにするわ。失礼じゃないからね。ジョーカーが入れられるぞこれ。じゃあ支援で3番入れます。はい、3番に1票入りました。支援選んでくれなかったからね。はい、ということで投票の結果が出ました。投票の結果、はい、本日処刑されるプレイヤーはくまぽこさんです。ぽこさん
山岡さん処刑されました。以後幽霊となります。28.8 番の無線に入っていただいて、はい、なんか死んだ人と喋っていただいて大丈夫です。つばめちゃんも入ってていいよ、はい、では続いて、容疑者を処刑したにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきました。ではちょっと私じゃあ今から皆さんの方の行動をしますので、そのまま話しててください。ユン君さ、はい、誰か見たい、選んでいいよ好きな。でも次多分、うん、そうプーさん、僕わざとプーさん選んだから、うん、そうプーさんが間違えて、うん、プーさんがちょっと匂わせして、うん、匂わせ置いた方がいいですか、それとも他の人を積んだ方がいいですか。いやまあなんか3番に、まあ、ちょっといい感じに思われた方がいいかもね。はい、プーちゃんにはいい感じ思われといたら多分占いが行くこともないと思うから。はいはいはい、ユン君的にだから3番とだから9番の俺と自分の5番以外のどっか紙を選んだ方がいいかなって感じ今。ああ、うん、どこか見たいか。いや迷うな。8番8番どうですか。あ、オッケーオッケー、8番行こう。じゃあ全然いいよ、8番で了解です。8番で言いましょう。オッケー、はい、皆さん入党解除して夜のアクションが完了いたしました。はい、はい、恐ろしい夜が明け朝が来ました。はい、100番の犠牲者はミニャさんです。なーい、そうなの。ミニャさんは幽霊となりゲーム終了まで話してはいけません。 28.8 番の無線に入っていただいて後ろの方に喋っ てください。それでは2日目の、お昼の、会話がスタートいたします。一旦5分になります。それでは皆さんどうぞ。はい、おはようございます。まずこんにちは。おはようございます。おはようございます。占い結果はぶーちゃん占ったらミニャさんなんだよね。地球も占いたかったんだけど、ワンチャン狂人かなと思って、うん、狂人だったら白って出ちゃうから、うん、見てもあれかなって思ってぷーちゃんを、うん、怪しんだ眠いちゃんかミニャさんを占おうと思って、うん、ミニャさんを選んだの、うん、それで、まあ、白って、まあ、出て、うん、あ、白だったんだ。で、噛まれちゃったっていう感じから。あちゃー、半沢さんは？あ、いいですか？はい、はい、朗報ですけど、計で6番ですね。はい、6番占って、うん、白なんですよね、これ。白なんだ。やっぱ白って言うな。白って言うんだけど、なんか黒みたいな言い方だったけど朗報じゃないですよ。まあ、まあでもこれでジェリちゃんが隠し白だから、6番は白ですが、狂人はあります、一応。うんうん、シロス、マジシロス自分、うん、これ聞いていいのかな、その1周目の白をランダムで占われるとき、狂人の白の可能性もあるの。狂人の白の可能性もあります。あるんだ。あるんだ。プーちゃん目線は俺が人狼も狂人もあるしって感じだね今。そう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 、うん、あの霊媒師の CO がないんでもう死んだってことでいいんですかね。あんちゃん、あ、眠い霊媒師。おお、霊媒師だった。お、熱いね。で、2番の結果は白だった。あら、ちょっと待って。ってことはプーちゃん死んじゃったのに狂人、人狼2がまだいる、うん、まだいるんだね、うん、3人いる、まあ、でもさ、死んだ、うん、霊媒師の方も狂人は白って出ますか。霊媒師はい、白って出ます、あー、じゃあ狂人は死んだかもしれない、行った可能性もある、うんうん、そのカリウドっている騎士か。騎士？騎士いない。騎士だったんじゃない？違う。騎士。あるなら2番かな。むずいな。むずいね。むずいね。むずいね。まあ、ネミちゃんがもうほぼほぼ間違いなく霊媒の可能性が高いから今。うん、誰も対抗出てないもんね。確かに確かに。ジュリーちゃん、ネムイは白って置いといて、うんうん、ジュリーネムイが白なら、うんうん、白角、まあ、俺目線は結構ユン君が怪しい。はい、なんでですか、うん、え、もう余ってるからそれは今回は同じですよ、ちなみに今回とどっちをするか決めたくて、157のグレー詰めるか、うん、3番9番の気持ちするかなんだけど、うん、3番9番が、心境だったら、
157に、みんな目線に色いるから、うん、だからこれ万事さんとか眠いさん目線かな隠しろの、うん、だからどっちを決めますか。3分の2と2分の1の確率になる心境で起きるんだったら、そうあのこれ悩むな。そういう議論していいなら、はい、あどうぞ眠いよ。あいい残り1分、うん、あ、端的に言うと眠いはどっちかというと半沢さんをさっき言ってたように信じてて、うんうん、そうなってくると7号じゃん怪しくなってくるんだよね、うん、だから眠いはどっちか釣りたいなと思ってる、うんうん、そうで、うん、俺目線もその占い心境だとしたらその1号なわけじゃん、うん、で一応その半沢さんが死んだったら夏目くんが白だから、うん、ってことはグレーのユンくんを釣りたいのよ、うんうん、より人狼の可能性が高いじゃん。30秒、うん、でもそれも甘いも同じ立場ですからね、うん、そうそうそう、ユンくん目線は俺を釣りたいと思うよ多分。そう、だから7、5がもうのこ眠い目線は、ね、この子かなって、うん、僕的な考えなんだけど、うん、3番9番心境で9番強靭だったら、隠し路作る行為が怖すぎるから、うん、心境で見るんだったら97号のロールを追うんだったら9が真かなって思う、うん、そこまでです、うん、あやべえ、エブリー話したかったのに、それではさっき、食われたミニアさんの次の人から、投票と質問をしていただくので、ジョーカーさん質問先を教えてください。はい、じゃあもう一回3番に質問したいんだけど、うん、はい、俺はどっちに見える、強靭か人狼か。その2択だった。その2択だった。まあどっちかっていうと、うんうん、いやでも強靭、これのこと強靭に見てるわけだ。うん、なるほど、了解です。いやでも、わかんない。では、投票先を教えてください。釣り先は5万で。はい、かしこまりました。ユン君に1票が入りました。はい、では続いて、1番夏目君質問先を教えてください。9番、ジョーカーさんに質問です。はい、9番さん目線の、うん、確定人海3万が見えてて、霊媒が、占い釣り進行してる中でグレーの5番さんに行く理由を教えてください。めっちゃ呪文。なんで僕を選んだんですか。ラーメン二郎みたいな。まあ個人的には僕は3番強靭に見えてます。まず、うん、なぜかというと出るのが遅かったから。要はその強靭は人狼が誰か分からなくて様子見てたけど出ないから困ったなと。はい、じゃあ3番目線俺のことがシーン見えるから出ないといけないってなってて、個人的にね、はい、で強靭見えてるからこそ僕の占いでいくと5番7番狼に見えるわけ。ただ1個引っかかるとしたら7番が5番を釣りたがってるとこだから、まあ、ライン切ってんのかなと見えてる。うん、9番で。9番で、では続いて3番プーさん、プーちゃん。質問、やばい質問出てこな、なければないで投票先だけ教えていただいても大丈夫です。うわどうしよう、じゃあユン君に聞こうかな。はい、ユン君的に179の中だったら誰が怪しいと思う。正直言って僕を選んだ9番もちょっと怪しいけど、最初2番も行って、今天木さんが僕を選んだ時点で天木さんの正体がないんだよね、僕と同じように。そして今僕を釣ろうとしてるから、僕的には7番の方がちょっと釣りたい気持ちはある。そうだよね。それでは投票先を教えてください。7番で。はい、アヌギフ7番に1票は入りました。勝負だ。勝負だ。白白白わかんないの。では続いて入るかもしれないじゃん。4番ネームインさん、はい、質問をお願いいたします。じゃあどうしようかな。ジュリちゃんに質問、はい、今日、はい、キムイは、うん、
夜死ぬと思う、うん、だけどこの村を守ってくれるかい、任せとけ、うちに任せろよろしくぞ、任せろ、広場に間違いがないぞということで、うーん、じゃあでも1日目アナギフさんにしたから、アナギフさん、はい、2位は7番のアナギフに2票目が入りました。じゃあそのうちにユン君質問の方をお願いします。はい、夏目さんに質問です。はいはいはい、はい、1番と5番と7番誰が一番怪しいと思いますか？自分以外全員信じてないんで、自分以外全員信じてない。正確に流り、はい、正確に流りだ。ではありがとうお願いします。はい、じゃあ1番で、はい、おー、1番の質問が入りました。あ、みんなだった。では、6番、マンジーナジョリーさん。はい、どうしよっかな。じゃあ、ジョーガンさん。はい。ほんまは占い師だったりしますか？いや、ガチっすね。いや、なんか、自分もなんか、プーちゃんめっちゃ信じてたんだけど、そう、なんか、ジョーガーさんが、なんか、うちを占ったのが、なんでやねんって最初なったけど、疑ってんのかなって思ったんですよね。なんかそのプーちゃんを疑ってて、うん、そのうちを入れたのかなみたいな、もう一回調べてみようみたいな。あれ占った理由はちょっと言ってなかったんですけど、はい、可愛いと思って占いましたね今日は。ああ可愛いなと思って占いました。なんだこいつマジで。それでは投票の方お願いします。ジョーカーさんで、はい、ジョーカーに2票目が入りました。いいな、ナイス。それでは最後、アヌギフさん質問をお願いします。そうね、キモい、ほんまに4票やけど。じゃあユン君に質問。はい、誰が人狼だと思う？人狼、うん、これですよね、うん、でも僕正直ちょっと今はちょっと怖いのが、うんうんうん、プーちゃんがちょっと怖いですね。え、なんで？最初はそう、プーちゃんが2番選んで、うんうん、2番選んで行ったけど、うん、今はにそうセーブな人がプーちゃんですよね、うんうん、信じていたけど、そう、多分次誰か死んだら、うん、短パンが怖いかな。演じてるか本かは知らないけど、うん、OK、じゃあ投票お願いします。じゃあ1番の夏目くんに入れます。夏目くんに2票が入りました。決戦投票が行われます。夏目さん、アヌギウスさん、ジョーカーさんが同票2票だったため、この中から、決戦を行います。容疑をかけられたプレイヤーは一言ずつ最後の、弁明を行ってください。自分はまずユンさんに言いたいんですけど、プーさんが死んだと思ってるんだったら、あー、まあでも分になるか。いや、どうしよっかな。とりあえず占い決め打ちだと思ったら、占い師、4番さんも言ったし、9番さんか3番さんどっちかに入れようと思って、9番さんがなんかグレー、9番さん目線絶対対抗人外って3番さんじゃん。だけどグレーの5番さんに行こうとしてるのが信用得られない投票だと思ったから、9番さんに投票したんだけど、3番さんも同じことをやってるから、今迷ってるんだけど、じゃあ迷った時に、うんうんうん、じゃあ我々はじゃあどうするかっていうと、もう4番さんが唯一の僕たちが信じれる人じゃん。今、まあ、6番さんが狂人あるかもだから、うん、だからもう4番さんの投票に合わせた方が村一団結していいんじゃないかなって思う。白っぽい、そう、4番さんがもう7番さんを釣ろうって思ってるんだったら7番さんだし、まあ、あと7番さんがユンさんが1番って言った後に小声で、ね、1番行くんだとか言っときながら、
7番さんが僕に投票してるのが気に食わないから僕も7番さんはい、かしこまりました。一回じゃあユン君選択肢じゃないんで座っていただいて大丈夫です。はい、では続いてじゃあアヌギフ最後の弁明お願いします。はい、まあ5番のユン君が怪しいと思ってたんだけど、うん、ユン君の投票先がその0票の夏目君だったから、人狼だったらこんな釣りづらいところに投票しないと思ったんで、ユン君は白だと思って、でまあこのまま半沢を釣ってもよかったんですけど決戦投票で、意見を聞きたかったから夏目君に入れて222にしました。はい、かしこまりました。はい、俺が人狼だったら9番の半沢を釣ればよかっただけなんで、ここで白予想を取ってもらいたいです。おお、では最後お母さん9番さんお願いします。はい、まあ夏目くんに指摘されたんですけど、なんで対抗に入れなかったかというと女の子だからですね。一人だけおかしい、はい、男だったら誰でもいいなと思って正直。ああ、なるほど、まあ、興味ないんですよね、あんまり。うんうんうん、釣りたく俺言ったじゃん最初に、男を最初釣りたいって。一貫性があるんですよね僕は、一回もブレてないんですよ。で確かによく考えてほしいんだけど、今回の投票一番、まあもし付き合うならこの人がいいなっていう人に入れてください。うま、はい、投票しづら、はい、そう、しづらこの人だったらいいなって、付き合いたいなと思う人に投票をちゃんと考えてやってください。以上です。わかりました。変えてじゃん。男同士生まれるんだ。では最後に投票していただきますので、投票先だけ教えてください。プーさん投票先を教えてください。ちゃん、うわわかんな、ね、いろんなね考えあるよね。でも本当になんか多すぎて頭ぐちゃぐちゃになってもうわかんなくなっちゃった本当にもうわかんない、まあ、釣り先だけ、まあゲームに関することはできるだけ避けていただいて、キュはい、ジョーカー、俺に投票してくれるの、ありがとう。やばい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 、ジョーカーに1票が入りました。携帯の電源切ってきたこの後携帯の電源、ネムイさんどうぞ、うん、エムイは髪型が好きなのでアヌギフさん。うわ負けた、アヌギフさんに1票が入りました。ではユン君一番好きな男性に1票入れてください。自分を知ってる夏目さんがダメだと思うんで夏目さん。おー、嬉しい、バレた。では最後マンジュリーナさん待って、うちで決まるやん、もう本当に無理な。そうだな、確かにな、うちもちょっと髪型がちょっといいなって感じなんですけど、でもな顔悪そうやしな、顔悪そうやからまあちょっと普通な人そうなんで夏目さんで。おお、いやなんかちょっと悔しいな、なんか負けたわなんか。それでは、投票の結果、本日処刑されるプレイヤーは夏目くんです。夏目くん処刑されました。以後幽霊となりゲーム終了まで話していきません。幽霊出た、いいな。皆さん容疑者を処刑したにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきました。では皆さん、また喉を絞ってずっと無線ボタンを押して、はい、押しっぱなしにしてください。これ次どうします？正直俺狂人ユン君って狂人誰だと思う？アヌギフさんか。うん、アヌギフさんじゃないですか。僕確信はないんですけど、うん、プーちゃんがもうあれで、ネムイさんが、騎士で、ジュリさんがもう、白市民、だったらもうアヌギフさんがもうあれじゃないですか。ちなみに俺もめっちゃそう思ってて今、はい、これ狂人がいたら勝ち確ないよね次。はい、投票が村より多くなるから、人が3人いるから勝ち確ないよ、はい、もういたらね次。はいはい、だから勝負するんだったら、まあ、3番か4番これ絶対どっちか噛んだ方がいいんだよね今。じゃあ3番噛んでみます？全然どっちでもいい、3番噛んでもいいし4番噛んでもいい、これ。はい、3番噛みましょう。いいよいいよ、ユン君じゃあ3番ね。はい、わかりました。まあ、かけるんだったら次の時点で狂人いるか聞いて、いたら勝ち確だし、はい、いなかった時やばいから、そうなったら普通にゲーム進めてもいいと思う。ああ、わかりましたよ。で、多分3番噛めたら俺絶対次釣られるから。は
そうなったらユン君一人でちょっと頑張らないといけないかも。じゃあ4番音ですか。4番噛むとどっちか3級のあれにはなるかもね。はい、あ、じゃあ4番に行きましょう。4番ね、OK、4番噛み ね、 ね。それでは、紙先を教えてください。4番紙で。4番ネメさんでは間違いないでしょうか。はい、はい、かしこまりました。喉を開いていただいて構いません。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。はい、昨晩の犠牲者はネムイさんです。いやー、そうだよ、やっぱりそうだよ。まあ、ネムイ様紛れとなりゲーム終了まで話してはいけません。もう誰かわかんない。わかんないね。それでは今から、会議を行ってください。5分間取ります。はいはい、どうぞ。占い結果は任してください皆さん。先にいな。いいんですか。いいよ。5番黒です。はい、そうなの。5番黒か。え、はい、5番黒。5番黒です。プーちゃんは、はい、アヌギフさん占ったの、うん、白だった。いや、これはもうプーちゃんは死んだわ。俺は死んだ。うん、俺の予想多分ね、1級ローローかな。夏目半沢、夏目半沢、うん、あー、でも確かに確かに怪しかった、最初の。ちなみにこれ結果両方同じで、うん、要は俺目線、あ、まあ俺は分かんないけど、うん、みんな目線は5番に俺が黒出てるじゃないですか。うんうん、3番の7番白も消去法で言うと5番が黒になる可能性高いんですよね、現状今。うん、まあ、はい、確かに。だからまあ今日みんな目線では5番つるんが丸いんじゃないですか。え、でもプーちゃん的に多分嘘ついてるから、うん、プーちゃんがマシンの占いっていうのは分かってると思うの、ジョーカーは。うんうん、でプーちゃんがそのもう5番見たらまあ黒って分かるからまあそのまんまだし、これで5番じゃなくて7番が白って言ったらもうあとはそのユン君を釣るだけで人狼を勝てるってなるから、そう言ったんじゃないかって。違う。え、てかさ、半沢目線のローローって誰。あ、俺目線は、うん、さっきの話通りに、うん、一応メイン軸としては3番がだから強靭って置いてたわけじゃないですか。うん、で僕は5番に黒出てるわけですよ。うん、だから消去法で言うとだから7番が人狼ですね、だから今現状。あ、そうなるよね。5番、うん、7番の髪の、まあ、3番強靭か、うんうん、まあ一応あんまり追ってないですけど、その3番と5番が狼であれば、うん、まあ、5番つって終わんないんで3番つで終わるんで、どっちかって感じですかね、今現状。え、でも57ローローで3強陣なら、うん、そのハンザー目線はもう終わりだから。あ、そうですね、だから今その、うん、終わったって発言がないから、うん、まあ、5番3番なのかなと思ってる今。ああ、うん、そのユン君的には。ちなみに頭パンクしております。誰かが、もうもうユン君はちなみになんか役職的なありませんよ。あ、ない、ただの趣味ないですよ、だからこれだと思ったらもうないし、これだと思ったらないし。じゃあアヌギフさんはなんかある役職ない。あのね、ミニャさんが狩人でネムイが霊媒、それ以外は村人だね。あ、か狂人かって感じ。そう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 。あーね、え、プー的にはその今はまあ俺が人外なの分かるんだけど、一番今の夏目さんつって夏目さんが落ちてるかどうかっていうのはどうなの、今感覚的には。落ちてるかどうか、うん、つってその要は人狼だったのかっていう。え、分かんないよ、だってプーちゃんジョーカーに入れてたし。あ、まあそっか。うん、いや、なんかそれによって変わるんだけど、要はその一番で落ちてたら俺つったら今日終わるし、残り1分、うん、1番で落ちてないんやったらプー目線、あと5番と9番釣り切った勝ちだから。うん、昨日さ、プーちゃんって誰に入れたっけ、ハンザーだったっけ。そう、あ、なんか昨日の投票的に僕に入れてるから、うん、そのグレーに狼いるか釣りたくないかなと見えちゃったんで、そう言ってたんですけど。いやでもね、やっぱね、3号が狼なら投票は合わせると思うから、ユン君がやっぱ夏目くんに入れたのはやっぱローローだったら変なんだよな。でもそうなると俺5番に狂ってますよ今。まあ、プーちゃん目線も67は白だから一旦。うん、で、うん、もうなんだろうな、白にしか見えないんだよな、ユン君が。多分2番狂人1級狼でいいと思う。1級狼か、うん、1級だったら。でも俺これ今日5番狂ったらもう詰みますよ投票で。うん、今日取れないっすよ。
白打ちましょう。そこまでです。やっべ。試合は終了となります。何も分からんかった。最後に殺害されたネミンさんを起点として時計回りに順番に行います。では5番ユン君質問を行ってください。はい。僕7番のヌギュンさんに質問があります。はい。びっくりした。はい。3番か9番をちょっと、うん、どっちを選ぶかちょっと迷ってるんですけど今日の数字って高い数字が好きですか、うん、下の数字が好きですか。ああなるほど、難しいこと聞くね。自由にどうぞ。本当に好きな方に入れるのか、いや逆かもしれない。え、どっちなんだろう。逆かもしれないし、このままかもしれないし、じゃあ3の方が好きかな。3の方、はい、じゃあユン3番です。おお、好きな方に入れるんだ。なるほどなるほど。ではプーさんに、プーちゃんに1票が入りました。はい、マンジョリーナさん、6番マンジョリーナさん、はい、質問を行ってください。はい、ユンさん、はい、もう自分ももう頭パンクしててわけ分かってないんですけど、はい、人狼ですか。いや、ありません。本当ですか。はい、今ここ見ればわかるんですけど、はい、このソーパー、はい、ないんですよ人。あー確かに。もうプーちゃんがヒロコするためにみんな多分もうやるかもしれない。なるほどなるほど。ここにはみんないるのに、ここは誰もない。じゃあちょっと自分あれだな、狭いからな。でも一応ちょっと自分のなんかまあそうっすね、できるなんていうか判断がユンさんが黒ってしかなくて、はい。すいません、ちょっとユンさんで、はい。すいません。マジかよ。じゃあユンさんに1票が入りました。時間なくなってきた。ではアヌギさんの質問を行ってください。ぷーちゃんも起きて早く。じゃあユンくんに質問で、はい、あなた目線は9番の半沢に黒出されてるから半沢が偽確定なのになんで3番に投票したんですか。僕を殺し通したか。そう、僕を殺しにしたから。うん、なるほどね、感情でね。多分9番行っても、9番の口がうまいから、うんうん、多分僕の言葉あんまり通用しないんですよね。うんうん、そう、だからもう何なのか、ね、ロジックよりも感情で。はい。あ、じゃあ、じゃあ9番に投票します。ジョーカーに一票が入りました。じゃあジョーカーさん質問を行ってください。いや、もう質問する必要ないですよ。僕結果黒出てますから、うんうん、はい、まあ、だから対抗の3番か5番だけど、俺は最初に言った通りに、うん、もう女の子に入れないと決めてるんで5番行ったから、ね、ウキウキしてる。5番投票で楽しさ楽しさ。あ、じゃあユン君に2票目が入りました。ありがとうございます。最後プーさん、ふーちゃん、どうしよう。九番に質問なんだけど、うん、頭狂ってる？頭狂ってる。いや、俺はマジで最初から一貫性持ってやってるよ。ブレてないでしょ。狂ってないんだ。うん、うわ、わかんない。どうぞ投票を行ってください。でもふーちゃんさっきはジョーカーに入れたからジョーカーで。お、ではジョーカーに2票目が入りました。うん、では投票の結果、ユン君とジョーカーの決戦投票を行います。うわー、おい、ジョーカーさん、それぞれ弁明をしてください。じゃあユン君から。はい、こうやって2対2ですけど、もう皆さんの心を信じて待ちます僕は。うわー、はい、ずれづらくなるからやめて。ジョーカーさん、まあそうですね、正直7番の投票はどうでもよくてもう今9番しか見てないです今の現状。やっぱりその3番と6番が本当に、まあそうですね、まあ、僕自宅があるんですけどベッド置いてまして、うん、まあ、一緒に寝れると思ったら寝てください僕に。え、でももう一緒に寝てんじゃん女の子と。いやいや、まあ、え、寝てたのらしいよ。あ、もう投票のフェーズいいですかこれちょっと。あっ、お願いします。ではマンジョリーナさん、はい、ください。いやー、そうですね、いや正直マジでどっちも黒なんですけど自分的に。そう、でもなんかわかんない、これ一緒に寝たい人だって。じゃあユンさんで。うわー、本当にいい票が入りました。かわいい、勝った。最悪だ、かわいい、勝った。
アヌギュさん一緒に寝たい人の投票。やだな、何その聞き方は。アヌギュさんあったかそうっすよ。いやー、コマの頭あったかいですよ。うん、あったかそう。まあ、まあ、反応で。うわー、では紹介させていただきました。やだね、やだね。では最後、やだね、ちゃん一票。いや、ユン君で。じゃあ投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはユンさんです。はい、ユンさんは処刑されました。ユンさんは処刑されました。以後優劣となりゲーム終了まで話してはいけません。はい、皆さん、容疑者を処刑したにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきました。そうだろ。では今からまた夜のアクションを行いますので、心喉を絞って、無線を入れてください。それでは紙先を教えてください。紙先は7番で。かしこまりました、7番。失礼いたします。夜のアクションを完了しました。はい、恐ろしい夜が明け、朝が来ました。はい、昨晩の犠牲者はアヌギフさんです。そうだろうな。そうだろうね、そうだろうね。アヌギフさん幽霊となりゲーム終了まで話してはいけません。邪魔者が消えたぜ。なんでプーちゃんじゃないんだよ。それでは、議論タイムを設けます。それさ、どっちかってことでしょう。待って待って待って、リーナです。リーナ僕のどっちかってことでしょう。ちょっといいですか、自分チェックメイトしていいですか。チェックメイト。はい、え、プーちゃんも聞かなくていい。はい、あの自分あれなんですよ、狂人なんですよ。えぇ、ー、狂人なの。黒はどっちですか。言わないんかい。勝ちやん。言えて勝ちやん。言えて、え、教えてよ。じゃあ、いや俺が言えるのは、リーナが好きな方を選べばいいんじゃない。って本当に、なんでえ、カチルなんで黒アピしてこないのかが本当に戸惑ってるところではありますが、アクチが水色を見たいか見たくないかってことですよね。じゃあもう好きな方に入れよう。難しいよな、マジでむずいっす、これ。確かに。え、自分、あのガチで、うん、あれだ、自分が狂人かどうかっていうのが信頼できないから黒は出てこないってことですか、これ。え？まあ自分が思ったところに入れたら。うちはもう。うん。プーちゃんで議論を終了いたします。話し合いは終了です。はい、でも怖いもん。大学に殺害されたアヌギさん危険として、はい、時計回りに行います。はい、ジョーカーさん質問を行ってください。6番ちょっと聞きたいんだけど、はい、その、まあ、3番は占って水色だったんですけど、はい、好きな色は何ですか。青です。青、はい、ありがとうございます。以上です。3番投票。それでわかるの。はい、プーちゃんに1票が入りました。3番プーちゃんさん、質問を行ってください。質問ないな。ないよね。ないな。好きな色聞いときなよ、もうジョーカーさんに。いや、好きな色聞いたことあるから。あー、そっか、知ってんのか。どうしよう。じゃあリーナに質問。はい、リーナ勝ちたい。めっちゃ勝ちたい。バカ勝ちたい。9番でジョーカーに1票が入りました。ええ、それではマンジョリーナさん、質問を行ってください。え、プーちゃん勝ちたい。うん、勝ちたいよ。え、どんくらい勝ちたいか聞いていい。え、宇宙一勝ちたい。宇宙一勝ちたいか。うん。勝ちたい、これはあれだもんね。本当にわかんない。白だから勝ちたいんだよね。白だから勝ちたいんだよね。ふーちゃんはね。
だよね。それでは投票先を教えてください。じゃあ、マジでプーちゃん白だと思ってるんで、プーちゃんで。プーちゃんに2票が入りました。はい、投票の結果、本日処刑されるプレイヤーはプーさんです。この瞬間に人狼と市民の数は同じになりました。人狼チームの勝利です。はい、ナイス。やったー。はい、ナイス。お疲れ様でした。やったー。ナイス。本当に分かりづれ。ナイス。どっちが気持ちいいんだよ。マジで。席に着てください。どうぞ。人狼誰？ほら、ジョニーが勝ちじゃん。マジでうまかったよ。ジョニーじゃん。ありがとうございました。いっぱいありがとうね。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。なつみさんどうします？ああ。出れない。他のやつは。ちょっと待ってね。ちょっと待って。あげる。ありがとう。はい。なんか一応猫カフェメンバーだ。ありがとうございました。ブーちゃんを最後に残さないでほしい。いや俺だからつんなかったでしょ。僕もよくわかんなかった。うま、ん、すぎてみんな。は？うん？何言ってんだ本当に。え消えた？え消えた？いや何もないですよ。ああ。うん大丈夫です。くそ、もうちょい詰めればよかった、マジで。ねえ、俺に対してはバチバチだったじゃん。ちょっと待って待って、いや、そんな、魂抜けちゃってて。バイバーイ。あ、なんか懐かしみを感じましたよ、いろいろ。うん。またやろう。またやろう、楽しかった。楽しかった。初めて、才能ある？いや、もう才能しかないですね。あ、本当？よかった。そう。ちなみにぶっちゃけ場面見えてたでしょちゃんと。いや、97かなって思ってた。あーそうなんだ。途中まで。うん。97か 95？ あーまあそうだろうね。心境絶対ないから。まあ、ないだろうねあれは。急にセデロを見て、うん、でも霊媒が心境で見て7行きたそうだったから。まあまあ心境は間違ってないね。うん。まあ、でも、うん、楽しかった。ああ、よかったね。本当に、うん、俺も楽しかった。初めての割には、惜しかった。僕、序盤の、ブレスケで、飛躍の透かし方で、うん、5番怪しいって言ってたのに、うん。まあ、言ってたのに。役ゲアしたかったの、偉かったと思うんだけど、最初聞いたとき。霊媒のね。うん、ちゃんとね。あの進行だと役ないんですよ、まあ、セオリーだと。くそ。また減りましたよ。定期的にやるらしいんで。行って。またやりましょう。またやりましょう。